ルネサンス美術は美術の分野におけるルネサンスの現れであり、イタリアに起こり、やがて各国に普及していった。文化運動であるルネサンスのうち、最も目につきやすく、日本人にも親しまれている分野である。なお、建築については、ルネサンス建築を参照。ルネサンス期のイタリア絵画も参照イタリアルネサンスの始まりはちまぶエあるいはその弟子。 ジオットの絵画とされる場合も多い。しかし、人間性を尊重した彫刻家ドナテロと千円金法を完成させた建築家フィリッポ・ブルネレスキの二人の特徴を絵画において融合させたマサッチオが始まりだとする見解もある。このことからドナテロ、ブルネレスキ、マサッチオは初期ルネッサンスの三大巨匠と呼ばれる。マサッチオは輪郭線を使わずに描くスフマートや 空気炎金法など、画期的な技法を始めている。フランジェリコ、フィリッポ・リッピは、聖母像の傑作を描き、サンド・ロボッティ・チェッリは、異教的、感能的な題材の、ヴィーナスの誕生、プリマベーラなど、フィレンツェルネサンスを彩る作品を残す。彫刻では、ベロッキオラが活躍した。以上は、初期ルネサンスとされる。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、 ラファエロの三人の活躍した16世紀初めの30年ほどを、イタリアルネサンスの美術が頂点を極めた時期として、セイキルネサンスと呼び、その三人をセイキルネサンスの三大巨匠と呼ぶ。レオナルドのモナリザ、ラファエロの一連の聖母子像、ミケランジェロのダビデ像やシスティーナ礼拝堂天井が、天地創造などが、この時期を代表する。 その後長らく西洋美術の理想の時代とみなされた。ローマ略奪により、ローマが荒廃すると、ベネツィア派の活躍が見られた。溶接した天才画家ジョルジョーネによって基礎が作られた、ベネツィア絵画はティツヤーノに引き継がれた。ローマ略奪後の時期を、イタリアのー期ルネサンスという、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂壁が、最後の審判や、後に、 マニエリスムと呼ばれる絵画なども、おおよそここに含まれる。ネーデルラント15世紀のフーベルと、ヤンのヴァンエイク兄弟が、油絵の技法を完成させており、この頃のネーデルラント絵画は、イタリアルネサンスと並び立つ水準にあり、むしろ、イタリア絵画に、大きな影響を与えるほどであった。16世紀頃にはその立場は逆転し、イタリアを手本とするようになった。 ブルーゲルもイタリア旅行をした後、独自の農村風景画を描くようになった。怪奇な画風の作品を残したヒエロニムスボスも得意な位置を占めている。フランス・イタリアに進軍したフランソワは一世の時代に、レオナルド・ダ・ヴィンチが宮廷に招かれ、イタリアのルネサンス美術が伝えられた。その後も、ロッソ・フィオレンティーノ・ラがイタリアから宮廷に招かれ、マニエリスムの影響を受けた。 コンテーヌブロー派が活躍する。ドイツデューラーは、イタリア旅行を経て、ルネサンス絵画に学び、思想的にも深みのある表現に達した。同伴画の、メランコリア愛や、油彩の、四人の使徒などの宗教画がよく知られている。グリューネワルトも、イーゼンハイム祭壇画などで著名。スペインエルグレコが知られる。クレタ島出身のギリシャ人で、ベネツィアローマを経て、トレドに移り住む。 マニエリスムの影響を受けながらも独自の神秘的な画風を築いた。ありがとうございます。